1日3回祈りを捧げること。ご飯の際には私がちょうだいって言ったら抵抗せずによこすこと。そしてあ、食われてんじゃねえ。ゴッドフラー。おお、カエルってよく見ると可愛いと思うの。アクア見てなさいカズマ、今日こそは女神の力を見せてやるわ。震えながら眠るがいい。さすがは女神、身を挺しての時間稼ぎか。女神、一旦離れて。え？限界を超える魔力を使ったので身動き一つ取れません。へえ。すいません、ちょっと助けて。うっ、ここ。お前ら食われてんじゃねえ。爆裂魔法は緊急の時以外は禁止な。これからは他の魔法で頑張ってくれよ。使えません。は？私は爆裂魔法しか使えないんです。マジか。マジです。まずい、この魔法使いはダメな系だ。私なんか宴会芸スキルを習得してからアークプリストの全魔法を習得したし。宴会芸スキルって何使うんだ？女性が盾代わりだなんて。望むところだ。それこそ毎回モンスターに捕食されて。むしろ望むところだ。あ？ああ、わかった。こいつも性能だけでなく中身までダメな系だ。はい。どうもどうも、どうも。見て見てカズマ、どうよこの新しく習得したスキル。水の女神たるこの私にふさわしいと思わない？宴会芸じゃねえか、このダメ神。ちょうどいい機会だ。私のクルセイダーとしての実力、その目で確かめてくれ。はあ！やあ！全然当たらないじゃないか。うくつけき男たちが。私の肌を見て興奮している。なんという恥ずかしめ。汚らわしい。たまらん。喜んでる。あんなになってまで人を守るなんて。俺も騎士として見習わなければ。違う、みんな誤解してるぞ。それではカズマ、これからも遠慮なく私をおとりや壁代わりに使ってくれ。こいつあれだ、ただのド M だ。完璧そうな婦人なのにそんなことは全くなく、これから苦労させられる予感しかしない。ちょっとあんた、どういうことよ。どれだけキャベツ捕まえたと思ってんの。それが何よ。アクアさんの捕まえてきたのはほとんどがレタスでして。なんでレタスが混じってんのよ。確かにレタスの換金率は低いな。よくわからんがそうなのか。あー、こっち来る、嫌だな。カズマさん、私今回の報酬が相当な額になるって踏んで持ってたお金全部使っちゃったんですけど。っていうか最近入ってくるって見込んでこの酒場に10万近い付けまであるんですけど。知るか。今回の報酬はそれぞれのものにって言い出したのはお前だろ。だって私だけ大儲けできると思ったのよ。最低だな。では早速討伐に行きましょう。それもたくさんの雑魚モンスターがいるやつです。新調した杖の威力を試すのです。いや、一撃が重くて気持ちいい。すごく強いモンスターを。いいえ、お金になるクエストをやりましょう。ツケを払ったから今日のご飯代もないの。まとまりがね。だいたいこいつらが優秀。そんな片鱗一度も見たことがないんだが。